こんにちは。転売アカデミー、堀秀夫です。今日は、Amazon 輸出プラス eBay というね、ノウハウをお知らせします。まあ、ノウハウといってもそんな大バーのものじゃなくて、合わせ技なんですけど、まあ、eBay で商品を販売してですね、FBA マルチチャンネルで送るという合わせ技があります。まあ、これやってる人はね、多分やってると思うんですけど、まあ、ほとんどの、Amazon 輸出実践者、eBay 実践者、はやってないと思います。で、この裏技を使うとですね、Amazon で値下がりした商品を eBay で高く売れると。まあ、あるいは逆に eBay で販売した商品、日本から送ったらあんまり採算合わない商品も FBA マルチチャンネルを使って送料を安く済ませることで利益率を高くしておくことができるという2つの、効果があります。まあ、私は主にね、FBA でいっぱい入れた商品が、値崩れしちゃってると。で、まあ、どうしましょうって相談を受けたときに、まあ、面倒でなければ eBay で売ってみてですね、eBay の方が高く売れる場合がありますので調べてくださいと。で、調べてみるとやっぱ eBay の方が高いというのが、特にダイソー商品とか安い商品は、いっぱいありますので、そういうね、数いっぱい売れると思って、何個も仕入れちゃったけど、値下がりして売れませんというときに特に効果的です。eBay で売るのはね、eBay 出品して売ると。まあ、それはまた別な動画の方でご紹介しますんで、今回はその売れた後、マルチチャンネルで発送するやり方です。まあ、発送方法は簡単です。まず、FBA インベントリの画面でですね、送りたい商品の横にチェックをして、クリエイトフィルフィメントオーダーをクリックします。そして、送り先を入力すると。これはアメリカ限定ですね。そして、送る日数1週間で送るのか、2日で送るのか、1日で送るのか、確認して発送すると。で、ちなみにこれ1週間で送った場合で、ちっちゃなもんだと5.95ドル。ね、梱包も全部やってくれて送料込みで5.95ドルですから、まあ、すごい安く送れます。これならね、日本から、サル便で送るのよりも多分全然効率いいと思いますんで、ある程度数がさばける商品は、FBA に入れちゃうと、利益が出しやすいと、たくさん売りやすいということになります。裏を返せば、Amazon で、ね、値下げ競争に巻き込まれてしまった商品も eBay で売ることによって、あまり損をせず、あるいは利益を取って売ることができるという効果がありますので、FBA に入れてしまった在庫処分、あるいは値下がりしたけど美味しかった商品なのになという場合は、これ試してみるといいです。eBay での相場っていうかね、落札価格の調べ方とかその辺もまた、解説している動画ありますんで、興味があるという方はお気軽にご質問ください。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。